チャールトン・ヘストンとリンダ・ハリーソン、猿の惑星は、1968年のアメリカ合衆国の映画、ピエール・ブールによる SF 小説、猿の惑星を原作とする、猿の惑星シリーズ前後作の第一作。4人の宇宙飛行士を乗せて、ケネディ宇宙センターから発信した一隻の宇宙船が、およそ6ヶ月の宇宙飛行を経て、地球への帰還を目指していた。 船長のテイラーは巡航速航行が、ハスライン博士の時間の理論に従って、船内時間が1972年7月14日、地球時間が2673年3月23日で、あることを確認した後、睡眠薬を注射して、他の3人と同じように冬眠状態に入った。何らかのトラブルが発生し、宇宙船は、とある惑星の故障へと、不時着水した。 着水と同時に冬眠装置が自動的に開き、テーラー、ドッチ、ランドンの男性3人は脱出したものの、女性飛行士のスチュアートは装置の故障による空気漏れで、すでに死亡していた。幸いにも惑星は地球と同じような環境が保たれており、生き残った3人は沈みゆく船を離れ、ゴムボートで川を遡っていく。 オアシスにたどり着いた一行は水浴びをするが、途中で何者かに衣服や物資を盗まれる。その後を追いかけた一行の前に現れたのは、原始人のような人間の群れを追いかける、銃で武装し馬にまたがった猿の騎兵たちであった。猿たちは逃げ惑う人間に銃撃を加えながら、追い詰めてゆく。ドッチは射殺、ランドンは捕まり、テイラーは首に重傷を負い、そのまま意識を失う。 やがてテイラーが気がつくと大勢の人間が飼育されている動物病院において輸血を受けているところだった。この星における猿にとって人間は知能も低く文化や言葉を持たない野蛮な下等動物に過ぎなかった。しかしテイラーを治療するチンパンジーの獣医ジーラ博士は猿はもともと人間から進化したものと考えてそれを立証すべく独自に研究を続けていた。 その婚約者で、考古学者のコーネリアスも、ジーラの学説には少し会議的ではあったが、サル社会ではタブーとされている禁断地帯を調査して、これまで真理とされてきた考えに大きな疑問を抱いていた。ジーラは、その行動が他の人間とは全く違い、しかも言葉を発しようとするテイラーに強く興味を示していた。怪我の後遺症で喋れないテイラーは、自分は、 言葉がわかることを紙に書いて、伝えようとする。また、ジーラが同じ檻に入れた若い女性には自ら、ノガと名付ける。だが、ジーラとコーネリアスの上司であるオランウータンのザイアス、博士は、そんなテイラーを危険視し、意思疎通の試みを妨害する。傷が回復したテイラーは、脱走を試みるが、公衆の面前で捕まった時にとうとう言葉を発し、 周囲の猿たちを大いに驚かせる。テイラーは裁判にかけられるが、法廷の真の目的は、なぜテイラーが言葉を発するのかという議論ではなく、猿社会で当然の真理とされてきた思想に公然と歯向かう、ジーラとコーネリアスの異端的言動を断罪することにあった。裁判官たちは、テイラーの主張を単なるザレ事としか受け止められず、テイラーは、 ジーラたちの陰謀によって生み出されたものとみなしていた。テイラーは離れ離れになった仲間との面会を求めるものの捉えられていたランドンはザイアスたちの手で脳外科手術が施されており、廃人と化していた。閉定後、テイラーは一人ザイアスの執務室に呼び出される。ザイアスはテイラーを猿たちの聖典で禁則地とされている禁断地帯からやってきたミュータントだと考え、 その通りに実供しなければ、虚勢と脳手術を施すと脅す。テイラーはザイアスが一体何を恐れているのかが、わからなかった。6時間の猶予を与えられてローに戻されたテイラーだが、ジーラのおいのルシアスが助けにやってくる。審理の結果、重い処分を下されたジーラとコーネリアスは自ら、禁断地帯へと向かい、自説の正しさと異端の無実を証明しようと決意したのだ。 ノバを伴い、海岸に到着した彼らは、後を追ってきたザイアスを釈明のために、岸壁の洞窟へと連れ込んだ。コーネリアスが以前に洞窟で発掘した出土品からは、約1200年前に書かれた、聖典とは全く矛盾する、高度な技術が使われた遺物がいくつも発見されていたが、ザイアスは、聖典が覆ることを恐れ、それを認めようとしない。その時、 ザイアスの部下が攻撃を仕掛けてくるが、テイラーはザイアスを人質に取り、自分との場のための武器と馬を要求する。窮地に立たされたザイアスは、とうとう実は自身も、密かに、現在の猿の文明は、過去の人類文明の遺産であると考えていたことを、白状する。彼は、聖典と矛盾する事実をずっと隠蔽し続けていたのだ。 テイラーはジーラーたちに別れを告げると、ノバと馬にまたがり、共に長い海岸線をたどっていった。一方のザイアスは、テイラーは捨ておくものの、部下に命じて、洞窟を直ちに爆破させた上で、ジーラーとコーネリアスを改めて裁くことを宣言する。ジーラーはテイラーたちが、禁断地帯の先で何を見つけるのか案ずるが、ザイアスは人間の運命だと、静かに言った。 そしてテイラーが海岸で見たものは衝撃的な人間の運命であった。20世紀フォックスのプロデューサー、アーサー・ P ・ジェイコブスの依頼を受けるオット・サー・リングが執筆した脚本は最終的にマイケル・ウィルソンによって大きく改変された。主人公が猿たちから理不尽な扱いを受ける描写には、ウィルソンが共産主義者とみなされたために、 赤狩りの対象になった経験が反映されている。なお、ウィルソンは、ピエール・ブール原作の、戦場に架ける橋や、チェゲバラを題材にした、ゲバラの脚本も担当している。原作では、猿は独自の言語を用い、主人公がそれを習得して猿たちと意思疎通をするという展開であるが、映画では、猿は初めから英語を話している。原作では、 主人公たちが到着したのは、オリオン座の主星ベテルギウスとなっており、結末の場面で、地球も、また、猿の惑星となっていたとなるが、映画では、人類は原始人並みの知能しか持たず、逆に猿に似た、類人猿が高い知能を持って、文明を築いており、その謎が判明するのが、作品の結末となっている。ちなみに、ベテルギウスは、赤色超巨星であり、 構成としての寿命が非常に短い上、大きさ、明るさも短期間で大きく変動するなどの理由により、実際には地球生物の居住可能な惑星を従いている可能性はないとされる。また、地球からベテルギウスまでの距離は、およそ497光年程度と考えられている。ありがとうございます。